はい、サイ、今日はですね、11月の19日、メガネを作りに行きたいと思います。イエーイなんで声だけの出演だなんか僕のね、分かりやすい特徴といえばこの丸メガネとヒゲとタトゥーっていうところだと思うんですけど、結構ね、メガネどこで買ってるんですかっていう質問が来ること多かったから、今日はちょっとメガネを作りに行くっていうのをビデオブログにしたいと思います。メガネ欲しい人は参考にしてみてください。ちゃんま？ん？ちゃんまりも買い替える？買い替えたい。これ重たいんだよね。ああ、っていうか、どう強っ何それ、やばくないこれ、皆さん。やばいよね、これ。いやー、すごい。あ、目、ちょっとこっち見て。目ちっちゃなったね。ちっちゃくなる。ちょっと俺にもかけさせて。これ？うん。やばいよ。うわー、目ちっちゃ。私こんな風になってんだ。すごいよ。でもそれでやっと見えるんだよ、私。早くえ、これ痛め。ということで、イオンに到着したね。イオンですね。今日はオンデイズっていうメガネ屋さんに行くんだけど、うん、安くておしゃれなのいっぱいあるんだよな。そうだね、とにかく安くておしゃれです。うん、で、一応丸メガネ買いたいわけさ。うん、だけど、こういうたまにこれつけてるさ、俺、色付き。あ、こんな感じのやつの青とか緑作りたい。あー、なるほどね。バリエーション増やしたくて。で、あとこれ言うなら度が入ってないんだよな。あ、だから度入りで作りたいっていうことです。はい、以上、いきましょう。ということで、メガネ選んでいこうかね。はい。ちゃんまりはどんなの欲しいんだって？軽いやつがいいんですよ。エアーっていうシリーズ、うん、めっちゃ軽いやつなんだけどさ、うん、形がちょっとなって思ってたのよ。うん、こういう丸メガネっぽいのも。これもエアーシリーズ？そうそうそう、めっちゃ軽いのよ、こんなん。のびこさん？のびこさんって何？のびこさん斉藤のびこさんですか？あ、斉藤だっけ？ドラえもん一族の名字ってなんだっけ？のびだよ、のび。のびか、のびのび太だ、そうだ。斉藤、斉藤のび太ってなんだ？斉藤って何？あ、でもこれほんと軽くていいわ。おお、似合ってるか、一応。もうちょっと薄いといいけどな、フレームが。大輔さん、このエアーのやつめっちゃいいよ。かけてごらん。ちょっと俺もかけてみようかな。うん、どう？ああ、普通に似合うわ似合う？うん、似合う。ああ、しかもめっちゃ軽いいよね、これありだね。いい感じ。なるほど。いいね、悪くないよ。明治っぽい感じのメガネ。うん、お笑い芸人みたいな。ということで、お家に戻ってきたね。はい、ただいま。ただいま。はい。で、今つけてるメガネは、もともと僕たちが持ってるメガネです。はい。で、今回ね、僕は2本も買いました。ほんとね、唐突に2本買ったわ、この人。いや、なんかさ、運命的なものと出会っちゃってさ、うん、同じメガネを2個買っちゃったよね。ということで、まずちゃんまりのメガネから見ていこうか。はい、見ていきましょうか。いや、違う、目めっちゃちっちゃくない？じゃあ、メガネ取り替えまーす。はい、こんな感じでーす。ほう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 。はい。だいぶフレーム薄くなったよね。そう、薄くて細いのよ、これ。すっごく。ほんとだ、うん、これなんていうシリーズ？え、わかんない。わかんないかーいこれが、うん、本当にフレーム自体がすっごい薄っぺらくて、うん、で、細い、めっちゃ軽いです。ということで、今回このブルーライトカットのレンズにしたので変更が3000円と、もともとこのフレームがレンズ込みで9980円でございました。うんうん、プラス税、はい、安いね。安い。
はい、じゃあ続いて僕のメガネいきましょうかね。はい、僕のメガネはですね、オンデーズの中にあるジョン・デリンジャーっていうシリーズのものを今回買いました。おー、はい、こんな感じです。ケースにはですね、ピストルが2つこう重ねられてるような感じで、あのオンデーズのマークじゃないんですよね。このジョン・デリンジャーって人、うん、デザイナーの名前かと思いきや、うん、1930年代ぐらいから、うん、あのアメリカを沸かせた銀行強盗、うん、あの義賊、優しい、まあ、ダークヒーローみたいな感じだよね、うん、で市民に結構愛されてたみたいで、な、まあ、なんかいろいろやってたんだろうね、この市民のためにね。という感じで、このデリンジャーという人と、それからその当時の1930年代に思いを馳せてデザインされたシリーズなのよ、うん、それでちょっとレトロなんだ。そうそうそう、なるほど。じゃあメガネを変えていきます。じゃーん、こんな感じです。どうですかね、この感じ。あのレンズがサイズちっちゃくなってね、結構顔のセンターにギュッとパーツが寄ったような感じかなと思います。これさ、うん、結構癖ある形なんだけどさ、うん、似合うんだよなこれ。そうだよねなんかめちゃくちゃ着こなしてるよね、このだからすごくね、しっくりきてんの。これの色違い良かったってことか、うん、そうそうそう、この、レンズがサングラスになってるやつ、はいはいはい、何色買ったかも忘れちゃったな。グリーン系じゃなかったかな。あ、そうだ、グリーンと、透明のグラデーション、うん、が入ったレンズを買いました。はい、まあ、そちらはちょっとサングラスも兼ねてっていうことでね、うん、あの気分によってレンズの色変えたいかなと思って、うん、まあ、2本同じものを買ったっていう感じですね。はい、はい、そちらは1週間ねちょっとかかっちゃうということで今日はないんですけど、うん、そうだね、形一緒なんでね。はい、うん、形は一緒です。はい、ということでね、はい、まあ、中本家のメガネ事情、メガネ事情メガネ事情という動画でした。じゃあね、バイバーイ。